いします。本日は和歌山県人会世界大会の、記念式典を、催させていただきましたところ、各も大勢の方々が世界中から、そして日本各地から、和歌山から、このようにお越しいただきまして、主催者の一人として、心から喜んでおります。また、ご来賓の方々も、各界から、各もと思うような方々がお越しくださって、この世界大会を、祝ってください。本当に、心から、敬意を表し感謝を申し上げたいと思っております。まずは海外の県人会を紹介いたします。アルゼンチン和歌山県人会です。サポール会長はおよそ150名の会員や新年会や経営会などのイベントで新年を行っています。メキシコ和歌山世界の地位向上と在留者も在住国の発展に寄与されるとともに、保健和歌山との多方面にわたる交流協力を推進し、日本国との友好の架け橋として多大な貢献をされました。よって和歌山県人会世界大会の開催にあたり、その功績を称え深く感謝の意を表します。令和元年11月24日、和歌山県知事、坂井さん、ありがとうございました。今から130年頃前、和歌山県から海外へ移民制度が盛んに始まりました。最初はハワイ、オーストラリア、カナダ、アメリカへ移民し、その後メキシコ、ペルー、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイへと続きました。初代の移民制度から100年余り過ぎた現在では、戦前移民は全て他界しました。代わりに我ら2世、3世の世代が県人会の運営に関わり、これからもできる限り和歌山県とのつながりを末長く守っていきたいと思います。和歌山県人会世界大会大会宣言、ワニツド、ルーツはずっとここ和歌山。この度ふるさとを同じくする和歌山県人がここに集い、和歌山県人会世界大会が初めて開催されました。和歌山県への思いを共有し、家族のような交流を続けている県人会は、私たちの心の拠り所としてかけがえのない存在です。和歌山県人会世界大会を通じて移民の歴史を共有し、和歌山県人すべての人々が将来への活力を増し、
ふるさとへの誇りと自信を深めることができました。2019年、令和元年11月24日、和歌山県議会世界大会参加者一同。よく作っていて、でもあの私はその時あまり興味がなかったんですけども、今このようにしてあの機会をいただいてやってみて、やっぱり美しいですし、あのすごくこう精密な感じに、ね、縫い上げていくことで出来上がっていく模様なので、なかなか難しいなと思いながら、はい、おばあちゃんは持ってられませんでした？おばあちゃんは持ってました。もっと大きいの。ああ、そうですか。はい、で、ちょっと嬉しいですね。嬉しいですね。何かちょっとつながった気がして、少しだけ。どちらからお見えですか？あの、サンパウロ、ブラジルのサンパウロという町から来ました。ね、とっても良かったです。はい、これからも帰ったらこれやってみます、ここで。作られた感想はどうですか？初めて経験したので良かったと思っております。本当にこの世界大会の楽しい、お土産となったと思います。